海と日本プロジェクトでは、海との関わりと海の学びを子どもたちに語り継ぐことを目的として、全国より海にまつわる民話を集めてアニメーションを制作する海の民話の町プロジェクトを実施しています。今年度全国から選ばれた15の民話の中に、愛南町に伝わる大猿島と小猿島という民話が認定されました。民話の内容は、嵐の日に磯で遊んでいた小猿が波にさらわれ、母猿が助けようとしたところ、2匹とも海に飲まれてしまいます。それ以来、母猿が小猿を思う念が周辺の海を荒らして困っていたところ、カワウソの神様への願いにより、2匹の魂の証として大猿島と小猿島を作って念を鎮めたというお話です。2月20日地元愛南町の子どもたちに完成した民話アニメを見てもらうため上映会を行いました。淡いタッチで描かれた地元の民話を子どもたちは真剣に見入っていました。このアニメを見て、もっと海の危険さがよく分かったので、よかったです。お母さんとかお父さんとかにも、こういう島があるんだよと伝えたいです。実在する大猿島と小猿島の動画を見た後、地元の漁師さんに愛南町で獲れる魚についてレクチャーしてもらいました。お父さんが取ったよ。高級なんだよ。おじいちゃんにもらって食べたこと。地元で獲れた魚をさらに堪能してもらおうと、獲れたての魚で作ったフライをみんなで食べました。子どもたちの美味しそうな顔。美味しい。改めて海の恵みの大切さを知ったようです。こういったお話が実際この愛南町にはあって、まあ誇りに思ってもらって、他の地域の皆さんにも発信していっていただけたらなと思います。その日の午後、完成したアニメーション DVD の上映会と贈呈式が愛南町役場で行われました。親子の猿の悲哀の中に、海の安全を示唆する内容と、随所に盛り込まれた地元の特産品のアニメーション描写に、愛南町の関係者らは真剣に見入っていました。今後、愛南町では様々な方法でこの民話アニメを活用していくとのことです。海と日本。